久保さん、今ね、新車がダメですね。中古市場が盛り上がっております。はい。まあ、それに乗った3、4でもありますけども。ほんとね、あのー、注文新車で注文してもね、もう全然来ないっていうね、状態で。で、この半導体不足は世界的に本当に問題になっていて、どうするみたいなね。まあ、これ政策、どっかの、イギリスかどっかでまた政策出たみたいですけど。まあ、 でもね、これね、まああのー、日本車、これは面白いことで、あの僕、BM 買ったわけなんですけど、BM の中古市場ってそんなに振り幅ないんですよ。だけど、日本車だけ振り幅すげえあるんですよね、今。これ、どういうことかっていうと、久保さんが言うとおりいやまあ海外にも、海外で日本車って売れてるんですよね。だから、あのそういうのも非常に高いのかなっていう。 だその自国の国の車を自国で買うというよりかは、ん、海外のね、日本車トヨタの車を買うとか、まあそういうのがあるんでしょうね。うん。だからその、BM のずっと中古市場見てましたけど、そんなに全然 Z4 なんか、まあ、ずっと軒並み平均ですよね。まあ34のデータがちょっとやばすぎるんであればね。まあでも34に限らず、その、シルビアとか、 118とかあとマツダの、えー、RX7FD とかまあそういうその日本の結構有名なあ車はねすごいですよ今中古市場は本当に爆上げですねうん逆に言うとその何十年前に作った日本のものの価値ってすごいですよね だものづくり日本というか,だか僕が34ずっと乗ってて思ったのが20年前に作った車なのにエンジンがね本当あの RB26 エンジンってすげえなっていう本当オーバーホールも一回もしてないんですけど全然もうバンバン走るんですよね。 だから僕はすごく日本の,そのものづくりっていうのが本当にすごく極めてるんだなっていう普通その、まあ、今の車今のベンツはわかんないですけどそのベンツとかね外車ってすぐぶっ壊れる、まあ、特にアメ車とかねすぐぶっ壊れるみたいなあるじゃないですかで日本車って全然壊れないみたいなねすごいですよねだから日本のものづくりっていうただ今はものから あの情報に変わってますし、で情報かまあ、そもそよしさんで言うならば、情報革命は終わり、もう AI 革命みたいなね。だどん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 その変わっていくので、うん、まあ、その変わっていく中で、その、使えない例えば、今日ね、久保さん、僕、ットフリックスね、今日契約したんですけど <laughs>、例えばネットフリックス契約するときにびっくりしたんですけど、 なんかまあクレジット決済はね、分かったんですけど、分かる、まあ、ある、まあ、サブスクですからね。あの、PayPay がありましたよ。PayPay ペペでサブスクで課金できるんだみたいな。びっくりしましたね。PayPay ペペがネットフリックスに入ってましたからね。マジでみたいな。そう。時代ですね。いってらっしゃい。